everybody. Welcome back to another episode of Four Goddesses Online. In the last part, I took a little too long to explain what I did on video. I showed off a little what the temple was like. Had some optional dialogue with a couple characters. Then we headed out to get the next sacred treasure, which was in this forest. We met up with separate party named Kyria and some black cat princess, whatever her name was. I kind of don't like them. The attitudes are kind of like, you know, snobbish. But maybe that's just first impressions. We got a boss fight we gotta do, which apparently Nepgear triggered it, but we're not actually in the arena. But so let's fix that. Death to the bird! Bird down! Robotic bird. We got Alf grass off of him too. Nice. Got the black sword, black diamond sword. ブラックダイヤの剣を無事入手されたのですね。これで新規も半分が集まりましたです。見ていてくださいましたのね、ブーケちゃん。そのねぎらいの言葉だけでボス戦の疲れも吹き飛びますわ。はいです、恐縮です。さて、また新たにお伝えしたいことが。どうかしたの？気分でも悪いとか。失礼いたしましたです。聖なる森とはいえ、ここは魔物も多く汚れが強い様子。まあ、それはいけませんわ。心なしか顔も赤く辛そうですし。あっ、私姉として大切な妹を看病したく思います。やはり看病イベントはゲームのお約束ですわ。ゲームはゲームでも恋愛シミュレーションゲーム限定じゃないの？看病イベント？検索して結果をアーカイブに取り込んでおくです。うわー、フラフラしてるよ。お勉強は治ってからでいいって。一緒に町に戻りましょう、ブーケちゃん。さ、私に捕まって。それともお姫様抱っこの方がいいですかしら。くっついて何かされるといつも真っ赤になってますし、間違いなく症状が悪化すると思いますよ。はあ、私は転移魔法がありますので、大聖堂の近くへ戻れば女神様の加護によって汚れも浄化されていくはず。お話の続きはそちらで。
しまいましたわ。私たちも早く町へ戻りませんと。今のも含めてストーリーの内容なのか AI の不調なのかよくわからないけれど、ちょっと心配ね。町に戻ったら元気になってるかな。あ、そうだ、風邪にはネギを撒くといいって聞いたことがあるよ。設定的に風邪じゃないと思うよ、お姉ちゃん。I don't think that really works. Why do people think, why don't, you know, I don't really get Japanese culture, but what is it with wrapping leeks around people, cure common cold, like, I'm not quite sure. When it comes to Japanese culture, I don't know how that works, or the significance behind it. Oh, I got some new swords though. I got new ranks!Yes, Chaos Factory and new gem shop. I think shit, some new stuff is coming out. New weapons? Anything to report? No. So we got new stuff. What do we got? Elemental reductions?これでいいかね。これで毎度あり。また来ておくれ。Chaos Factory we got. Got creps. Displays locations of treasure and materials. That could be good. There's the mysterious key ring. I can go it. Oh, I have one already. Where'd I get one? All right. Well, I can buy them now.いらっしゃいませ。Pierre? No. またの。Oh, shit, I didn't mean to do that. No! No! Can I upgrade anything?I don't know, probably not, because I didn't get spores, or I didn't get spores, I didn't get branches. Yeah, I can't upgrade shit. Alright. That's it? Lame. Lame. Alright. Ray's dead.Quite the name for you. Luke-chan, ちゃんと町へ戻れているでしょうか。心配ですわ。とりあえず大聖堂に行ってみる。あ、私はちょっとばかし寄るところがあるから、みんなは先に行ってて。話の続きをするって言ってたし、ちゃんと来なさいよね。分かってるって。ヤッホー、コンパいるかな。あ、ネプネプいらっしゃいです。今日はどんなアイテムを探してるですか。 NPC のブーケちゃんってわかる。なんかね、今ちょっと元気がないっていうか、すっごくフラフラなんだよね。それでコンパのお店に何か効きそうな薬とか置いてないかなって思って来てみたんだ。なるほどです。ブーケちゃんなら薬師のクエストでもよく一緒にお話しするですよ。フラフラですか。心配です。もう少し詳しい状態を教えてほしいです。確か女神の加護がとか汚れがとか言ってた気がするな。そういうことならこの薬はどうですか。女神さんの祝福を受けた加護の水薬です。おお、ザ・万能薬って感じだね。でもお高いんでしょ。薬師のクエスト報酬でもらったですけど、
ので、これはネプネプにプレゼントです。本当？ありがとう、ゴンパ。早速ブーケちゃんに渡してくるよ。はいです。また何かあったらいつでも力になるです。お、ベル、ナイスタイミング。ブーケちゃん、ちゃんと大聖堂にいた？ええ、ひとまず大丈夫そうでしたけれど、今しばらく体を休めていただきたいので、私たちも一旦自由行動ですわ。ネプテューヌの用事はもう済みましたの？うん、バッチリだよ。じゃじゃーん、カゴの水薬。ブーケちゃんに効きそうでしょ。もう、こんな高いお薬よく買えましたわね。早速ブーケちゃんに飲ませて差し上げましょう。買ったんじゃなくて、コンパにもらったんだけどね。ねえねえ、私もブーケちゃんのお見舞いについて行ってもいい？ええ、一緒に参りましょう。眠っているかもしれませんから、お静かになさってね。ベール様、それにネプテューヌ様。ブーケちゃん、大丈夫？お見苦しいところをお見せして本当に申し訳ないです。気にすることないって。私だって寝不足とか働きすぎとか調子の悪い日はどうしてもあるしさ。はい、ブーケちゃん、お薬ですわ。ネプテューヌがコンパさんからもらってきてくださいましたの。これできっと良くなりますわ。ありがとうございます。私のためにわざわざこのようなことを。本当に面目次第もありませんです。私は姉に立候補しているのですから、そのような気遣いは無用ですわよ。どうかもっと甘えてくださいまし。可愛い妹のお願いならどんなわがままだって受け止められますわ。とんでもないです。私の願いはただ一つ、自らの使命を全うすることだけですが、嬉しいです。皆様は変わっていらっしゃいます。私たちはただの NPC ですのに。なんだかまた眠くなってきたです。ブーケちゃん自身がまだまだ休息を必要としているということですわ。ぐっすりお眠りなさい。はい、もう少しだけ休ませていただきますです。おお、ベールのお姉ちゃんぶりが板につきすぎてて、私結構アイデンティティクライシスかも。ここは私も何とかしておかないと。子守唄でも歌おうか。お構いなくですわ。最愛の妹の眠りを妨げるのでしたら容赦しませんことよ。Oh boy. All right. Ram. What's up, Ram? What you doing? Ah, Buke-chan, 目が覚めたのね。皆さん、ただいま戻りましたわ。看病イベントコンプリートですわね。Buke-chan、大復活！いや、よかったよかった。あの、ご心配をおかけして申し訳ありませんでした。元気になった？そわそわ。ラムちゃんと一緒にお花摘んできたの。はい、どうぞ。
葉です。ありがとうございますです。私とブランはジョーカーアイテムっぽいものをいろいろ探してきたんだけど、もう大丈夫みたいね。とはいえ今後も何か起きるかもしれないし、お守り代わりに持っておくといいわ。私とネプギアからはこれ。やっぱり疲れた時には甘いものよね。はい、チョコレートのクレープです。 AI の学習もきっと疲れたりするんじゃないかなって。皆様こんなにいろいろ恐縮です。元気になってくださって私も胸の疲れが取れましたわ。というかベールさんって普通に看病できるんですね。てっきりいつも通りのテンションなのかと。いつも通り？こんな感じですかしら。こら、どさくさに紛れてうちの妹に手を出さない。あら、どさくさではありませんわ。姉として妹を猫っかわいがりするのは当たり前ですもの。メールさん、これ結構恥ずかしいんですけど、ブーケの気持ちがちょっとわかったような気がするわ。そのつかぬことを伺いますが、妹とはそんなに貴重な存在なのでしょうか。ええ、それはもうこの中では私だけが一人っ子。もし妹がいたら一緒にしてみたいことがいっぱいありますのよ。それにゲーム業界において妹萌えはまだまだ根強いトレンド。妹という存在は皆の憧れなのですわ。妹に憧れ？ラムちゃんにも憧れるけど、一番はお姉ちゃん。もしもし。私もお姉ちゃんかっこいいもの。ありがとう。やっぱり妹の私たちにとってはお姉ちゃんたちの方が憧れの対象だよね。でももし私にもさらに妹がいたら、どんな感じの子なんだろう。おお、それだと私にも妹が増えることになるね。名前は何がいいかな。ネプピッチャー、ネプマーク3、ネプザサード。学習完了です。結果をアーカイブに取り込んでおきます。さて、前回から少し間が空いてしまったのですが、改めて新規にまつわる伝説をお話ししたいと思います。あ、そうだった。じゃあお願いしちゃおうかな。魔王の部下に双璧と呼ばれる強力無比な二人の幹部がおり、配下の魔物を束ねています。これらがまとめて邪教徒と呼ばれることもあるです。魔王と邪教徒たちは好き勝手に暴れ、アルスガルドを破滅の危機に追いやりました。四女神様たちも抗ったのですが、魔王の力は強大で苦戦を強いられていたのです。そこで四女神様は4つの神器を作り上げ、力を増幅し魔王を閉じ込めることに成功したのです。前にもお話ししましたように、限界以上に力を使った四女神様たちは自力でアルスガルドに降りることができなくなってしまいました。魔王と双璧、やはり四女神オンライン本編とは全く違うボスが用意されていますのね。新規にそんな役割があったなんて。つまり女神がすぐに地上へ降りられない隙を狙って双璧が魔王復活の準備をしているってことかしら。そういうことになりますです。たとえ復活したとしても私たちで仕留めるんだから問題ないわね、お姉ちゃん。
ええ、もちろん。まだ見ぬボスの情報に胸が高鳴りますわ。いよいよ本腰を入れてプレイしなくてはなりませんわね。ベールが本腰？もしかしてネムネムを打破する例の通販ドリンクがメンバーに配布されて野戦に突入しちゃうのかな。仕事も辞めて惨めに頑張らなくちゃいけなかったり。さすがにそこまではないと思うよ。多分魔王が完全な力を得て復活を果たせば打ち倒すことは困難。その前に何としても神器を揃え女神様の降臨を。大丈夫ですわ、ブーケちゃん。どうか大戦艦に乗ったつもりでバーンとお任せくださいまし。私と5人の妹、そして3人の愉快な仲間たちがこの世界を救うのですから。3人の…なんだって？いろいろ突っ込みどころはあるけど、私からはとりあえずネプギアをナチュラルに妹にカウントするのやめてほしいかなと。いや、ネプギアだけじゃないから。細かいことはさておき、次なるミッションへ向けて全速前進ですわ。よーそろー。皆様ならばきっとブーケはそう信じておりますです。Oh boy. Alright. Oh, the fancy shop. What's this? Nep! You know the face of two of them. Nep-chan! Oh, hey, it's Pluty! Wow, I'm happy to meet you. Nep-chan! Oh, Pichu too. Pluty and Pico! It's been a long time. Are you still alive?おかげさまで。ピー元気いっぱい。え、二人のことを紹介しろって？それでは行くよ。紹介タイム。まずこっちの女の子はプルルンことプルルート。お昼寝が大好きでお裁縫が得意。いつものんびりしててマイペースなんだ。それと良い子のみんなは言葉の端々に漂う微妙な S っ気には気づいちゃダメだからね。質問もサポートも一切受け付けないよ。ピーカはいろいろあってプルルンが預かってる5歳児。とにかく元気いっぱいで暴れん坊。いつも全力でぶつかってくるんだよね。そうそう、私いつもプリンにネプノってちゃんと名前を書いて冷蔵庫に入れてるんだけど、ピーコが妙に気に入っちゃっててそっちを食べちゃうんだ。誰にも食べられないようにって思って書いてたけど、逆に狙われやすくなっててあんまり意味ないのかな。ネプちゃん、そろそろこっちに戻ってきてほしいな。はいはい、よし、プルルンとピーコの紹介は終わり。ネプテヌ、見て見て、ネプちゃん、お一ついかが？へえ、ここってアクセサリーショップなんだね。プルルンらしいな。てか、ピーコってば5歳にしてネットゲミンなの？こっちにピーシェちゃんを連れてきたらすっかりお店が大好きになっちゃって、それでお店屋さんごっこがしたいって言うから一緒に始めたの。なるほどね。お部屋でお店やるよりもきっとこっちの世界の方がいっぱいお客さんが来るよね。うん、そういうこと。ピー、このお店の看板なんだよ。ネプテナ、オープン記念に何か買ってって。おお、さすが看板娘、商売上手だね。後でみんなも連れてくるからちょっと待っててよ。本当？みんないっぱい来てくれる？じゃあ私もお昼寝しないで待ってなきゃ。
寝ててもピーコが起こすと思うから大丈夫じゃないかな。そじゃあとびっきりのアイテムいっぱい揃えといてね。 So they've got so much like with Ife and Kampa, they got relegated to NPCs, huh? Alright.Costumes and accessories can be purchased here. It is a fancy shop, so I would expect none otherwise. Which there's none available! You have no stock for me! Why open up a shop if you have nothing to buy? Something seriously wrong with this. Alright. Is that Uzume? It is Uzume. Before I talk to her, we got all these guys to talk to.あれ、ユニちゃん、今日はネプギアと一緒じゃないの？急な仕事が入ったから後で来るって言ってたわ。それまで3人でどこかに行ってくる。3人よりも4人の方が安心かも。はあ、誰かもう一人いないかしら。ネプチューヌちゃん、ナイスタイミング。ねえ、今からダンジョンに行くからついてきて。お、私を立役？しょうがないにゃ。ありがとうございます、ネプチューヌさん。前衛がこれだけいればロムも安心よね。コクコク。ネプギアちゃん、お仕事って言ってたけど、ネプチューヌさんは働いてないの？そわそわ。それはお仕事ばっかりしてたらいけないんだよ。ストレスがマッハになっちゃうからね。それむしろ周囲の人の胃が心配なんですけど。というかストレスがマッハって何ですか？細かいことは気にしちゃダメだよ。てか、それを言うならみんなだって今お仕事してないでしょ。痛いところは、ちょっと遊んだらこの後ちゃんとやると思いますよ。私たち今日はちゃんとお勉強したのね、ラムちゃん。二人ともいい子いい子。なでくりなでくり。私もロムちゃんなでなでする。じゃあ私もロムちゃんをなでなでするね。なでなで。ああ、私が先になでてたのに。こんなに嬉しそうに。ずるい。さすが忍者、ずるい。それ忍者関係ありますか？ま、いいですけど。それにしても結局このパーティーだとあんまり狩りって感じになりませんね。ガチ狩猟だと逆に無言になっちゃうから、こういうのも一興だよね。あ、オスっぽいのがいる。ラムちゃん突撃するわよ。うん、突撃人と。メイン盾も出撃。これで勝つる。私も援護に行くわ。それにしてもネプテューヌさん、聖騎士を始めてからたまに変な言葉遣いになるような、気のせいかしら。Oh boy. All rightNeptune, it's her turn now. Oh, Simon voiced! Alright, fine. Let's see how it is. this nap here is getting pretty sleepy. I think I'm gonna go to bed. I'll be logging off too. My sisters have already gone to sleep. Maybe I'll keep at it for a little more. Well, good night. You know...It's kind of weird to say goodnight to you guys every day. Even though we're friends in real life, it's not like we go through the trouble of saying it with an email or a phone call.
It's almost like we're going to the same workplace, or we are schoolmates. It's not like I always say goodnight. Got goodnight to my guild members in the main game. Read that side. It reminds me of my beginner days. You could at least say goodnight to each other, or is the atmosphere kind of strained when it's a group of hardcore gamers playing together? No, it's quite peaceful. It is only that everyone logs out once a week. They don't even log out except for periodic maintenance. Oh boy. Oh no, that's definitely hardcore right there. Arigatou gozaimashita. Mata kite ne. そうだ、プルちゃん知ってる？池の噂。噂？なにそれ？なんでも自分が大切にしているアイテムを池に置いておくと精霊が出てきて願いを叶えてくれるって話だよ。へえ、そうなんだ。まあでも噂だから。あれ、ピーシェちゃんお出かけなの？気をつけて行ってらっしゃい。I don't think that's a good idea, but hey. Oh man, the minstrel. What's your deal? わあ、楽器を持ってる人がいる。ワクワク。何か演奏してくれるの？聞きたい。吟遊詩人ね。世界をめぐってさまざまな出来事やイメージを曲にして人々に伝えているという感じの職業よ。ここでお気に入りの BGM を何度でも聞くことができますわね。What's this? Replay BGM that has already been heard during gameplay. Not only will it play from here, the BGM selected will also play throughout Wishel. Oh, so you can change it. So you can change the song, huh? Yes, that's basically what we've been playing. First Fantasy. So much! Alright, I think I'm gonna go with, I'm gonna go with that one. また寄ってちょうだい。 Nice! What's your deal?といえどもピーコのダックルはプロ格闘家顔負けだからね。リアルで食らったら攻撃するしかない程度には痛いよ。ラプテナ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませでしょ。ガソリンスタンドの店員さんみたいになってるよ。ピーコがお店番してるってことはプルルンはお昼寝中？違うよ、プルルとのお店はあっち、ピーのお店はピーコのお店？ピー、お金じゃなくてキラキラしてるのと交換してるの。ふん、物々交換なんだ。キラキラしてるものって何でもいいの？この石ころ少し透明だからキラキラといえばキラキラかな。格安素材だけど。あ、これはどうかな。さっき拾った金属の輪っか。そっちのキラキラはこれと交換してあげる。
材の草？店売り価格はたったの5ベル？なんで？石ころよりこっちの輪っかの方が高そうじゃない？基準がよくわかんないよ。キー、こっちのキラキラのが好きだもん。ピーコの目利きか。釈然としないけど、個人の価値観ってそういうもんだしな。そじゃあ、また何か光物を見つけたら持ってくるからね。エレシャー！ Alright. Yeah, you got good things. Yeah, you have nothing. You literally have nothing. You got good things. My foot. I don't know how you guys can open a shop with, no, with having no items available to buy. I don't think that's how it works.ね、知ってる？ネトゲで女の子キャラの名前にリ、ル、フィーが入ってたら高確率で中の人が男なんだって。私聞いたことがありますわ。リルフィーの法則というんですわよね。そのまんまじゃない。確かに五感として男性が好む女性キャラって雰囲気があるわね。ノワール？ノワールが実は男の子だったという可能性が微粒子レベルで存在している。はあ、黒髪ついてる、ツンデレ、頭が。こと言わないでちょうだい。私が男なわけないでしょうが。そうかしら。男の子キャラは一作品に一人いれば十分ですもの。ノワールのアイデンティティを奪うほど薄情な私たちではありませんわ。だから違うって言ってるでしょ。Oh boy. Alright, Blanc, your turn. What's up? 今日は私とベールだけかしら。なんだか珍しい組み合わせかもね。人数が少ないうちにあれを試してみようかしら。ブラウン、ちょっと操作の練習をしたいので、一緒にコマンドを入れてくださいませんこと？コマンドは別窓でお送りしますので、その通りにお願いいたしますわね。ん？いいけど。では。ブラウン、お姫様抱っこですわ。リアルではきっと絶対にさせてくれないですわよね。なんなのこれ。どこを押したら解除できるのよ。あれ、二人とも何楽しそうなことしてるのさ。てか、こんな隠しコマンドあったんだね。ああ、お姉ちゃんがベールさんに抱っこされてる。わあ、お姉ちゃんお姫様みたい。キラキラ。お姉ちゃんがお姫様でベールさんが王子様役ね。こらベール、人が集まってきたじゃねえか。早く下ろしやがれ。もう釣れないですわね。もうちょっとだけこのままでもいいではありませんの。恥ずかしすぎて死ぬ。もうやめちゃうの？でも超レアな光景が見られて得しちゃった感じだよ。Alright. Is that all before I go talk to Uzume? Looks like it. Alright, Uzume, what's up? Are you there? Uzume? Ah! It's been a long time! Oh, Neputs, isn't it? I'm sorry, I'm sorry.
すまなかったな。またまた紹介タイムの出番だね。それじゃあ早速行ってみよう。この子の名前は天童星うずめ。男勝りで熱いハートを持った女の子。情に熱くて一度恩を受けた人には絶対に筋を通すんだ。意外かもしれないけど、かなり夢見がちで乙女チックな部分もあるんだよ。うずめ本人は注意深く隠してるつもりだろうけど、たまにポロッとそういうところが見え隠れしちゃうんだよね。まさかうずめもベータテストに参加してたなんて。せっかくだから一緒にパーティー組もうよ。悪いな、今回は一緒に冒険できないんだ。ちょっと自分磨きするためにソロプレイ中なもんだからさ。おお、さすがうずめ、かっこいい。一緒にパーティー組みたかったな。でも気が変わったらいつでも言ってね。おう、ネプッチの活躍を祈っておくからな。ああ、そうそう、ギアッチにもよろしく伝えといてくれると助かるぜ。任せといて。どこかでまた見かけたら気軽に声をかけてくれよな。またな。 Alright, nice to see her again. It's kind of a shame they kind of wrote her out with in sisters though, along with Gold Third. I wonder if Gold Third's in here. はあ、気になる。気になって今にもどうにかなっちまいそうだ。だって俺聞いちまったしな。池に精霊。ああ、we're back to this, huh? 池の中に隠れ住んでて、どんな願い事でも一つだけ叶えてくれるらしいです。ただ出現させるための条件が相当厳しいみたいで、私たちもちょくちょく行ってはいるんだけど、結局一度も見てないのよね。キャラクターメイキングした時のこと、俺は今も後悔している。本当は可愛い系の衣装をアバターに着せたかったのに、結局いつもの延長線みたいな格好をしちまってる。願いを叶えてくれる精霊か。よし、俺のために一肌脱いでもらうとするか。All right. That's all that's around here. Looks like it. Maybe new pop-up skills. No! Send stuff. What am I supposed to do now? What am I doing? Do I go to the world map?Okay, nothing popped up. So, is this one of the things where you had to complete a number of quests before you can actually proceed? Like, what are we doing? Adventure Diary. Alright. Got all this.Records.Alright, not quite sure what we're doing, so maybe I'll just complete some quests. Well, I didn't even have poison spores! Forest.Andragoras, I can kill those in the forest! Just these two damn things. Alright, so I guess go to the cave first. I guess I can pick some quests, see if I can get something to pop up. Maybe I have to actually do some quests before, I proceed.
やったわ。I need turtles and dogs. I don't need skeletons and gargoyles. Battle Master! 1,000 monsters? Really? I've killed 1,000 monsters already? It sure as a fuck doesn't feel like it. Really? Have I killed 1,000 monsters? Is it? No way. I don't believe that one bit. I don't believe that. I don't believe that at all. I need to find more doggos. Turtles at? I wonder if they respawn. Man, they had to did they? I don't even know. I don't think there's any more turtles. I think I killed all the turtles, so I think I need to get out of here and come back. I don't know if that monster's respawning. I don't know. Thinking what? I'm left, what, one turtle short or some shit? Figures, one turtle short. One turtle short! No! What? Amber alert. Amber alert! Someone got abducted. That's not good. What all of you? Give me one turtle. That's all I need. Just one turtle. I'm out! Alright, so that's done. So, everything else is in the forest. So, what exactly do I need to do? Oh, my leg. Still hurts. I need to get spores, which I don't know where to get them. Beast whiskers, fleas and fungus, mellow cast, drawers. Okay, those are easy. Just getting the items might be a little annoying. Okay, well, I got the beast whiskers, so I just need the damn spores. Oh, there's one! I got one! One out of three, then I gotta come back later on to farm them so I can upgrade my shit. Let's just avoid these things, because I don't need to kill them right now. Aha, the other tree branch! I got one! Finally. Yatta wa.
何かしら。Sweet, more elder tree branches. I still need more spores though, so. Looking for spores.何か見つけたわ。くらいなさ、くらいなさ、くらいなさ。これでどう？スポーツ。討伐くらいなさ。これでどう？くらいなさ。スポーツ。ナイス。So, I still need one more spore, and I need more of those.Is that the Mandagora quest or is that the. Okay, now. Oh, it was. Okay. So I need one more blue chocobas.I need one more one more blue bird and one more spore. Yatta wa. Nani ka mitsuketa wa. You guys give me my last spore. Kurai na sa. Kore de dou. Atatta. Spore. Got it. Done.There's the last bird too. I thought it was gonna kind of pain in the ass to get all these out. Alright. Alright, we're going back to town. I could beat the boss, but eh. I don't feel like doing it. Don't feel like doing it. Guildo へようこそ。ウエスト達成だな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 。お疲れさん。Right. You got more? We'll get a philosopher's stone out of you. The Logi Mountain? Wait. No, it's Blitmate. 受注完了だ。頑張ってくれ。So it looks like at some point you gotta do all the. Oh, wait, you.Popped up. All right, let's see what your deal is. Damn black cat snobbish princess. ちょっといいですかね。あら、あなたは前にダンジョンで会った。わあ、覚えていてくれて嬉しいですにゃ。突然にゃけど、ちょっとだけ。姫のお願いを聞いてほしいにゃ。お願い。はいですにゃ。本当に些細なことにゃんですけど、ツインテールやめてもらってもいいですか。はい。あれ聞こえなかったにゃ。ツインテールを。ちゃんと聞こえたわ。意味がわからないんだけど。あ、姫ったらまた突っ走っちゃったにゃ。いけないいけない。ちゃんと説明しないとですにゃ。ツインテっていうのはヒロインや姫キャラだけに許される髪型にゃ。で、姫もこうしてツインテにしているわけですけど、サーバーに姫は一人でいいと思うにゃ。あなたもそう思わないかにゃ。だから姫に譲ってほしいにゃ。ぺこり。別に
私姫キャラをやってるつもりとかないんだけど、それに髪型なんてそれぞれの自由じゃないかしら。にょん、やめてくれないってこと？ただでさえイメージカラーがかぶってるのに。これはまともに取り合わない方が良さそうね。よし、逃げましょう。ごめんなさい、私急な用事を思い出してしまったわ。それじゃあ。どこに行くにゃ。姫のお願いどうして聞いてくれないのにゃ。行っちゃったにゃ。あー、ひどいにゃ。姫、こんなところにいたのか。探したよ。悲しみに満ちた瞳、うつむいた猫耳、一体何があったんだ。どうか顔を上げておくれ。君にそんな顔は似合わない。あのね、他のプレイヤーさんにちょっとお願い事をしたにゃ。でもどうしても聞いてくれなくて冷たくされちゃったのにゃ。なんだと？くっそー、僕の姫に嫌がらせをしたのは一体どこのどいつなんだ。ううん、キリア、誰かを責めちゃダメなのにゃ。姫なら全然大丈夫だから。くぅ、なんとけなげだ。君のことは僕が守ってみせる。だからもうこの手を離さないで。It's a wonder how you barely know a character, you barely know a character, but yet you can hate them so much. These two sound like very annoying and hateful characters already, and I barely even know them. Alright. Nessie! I know I got some tree branches, so I know I can do that. これでいいんだな。任せとけ。It doesn't matter because I need two more and I don't know where to get a broken sword point. Tie up another dungeon I don't have access to right now. Poison spore, poison spore! No, I need at least two spores. And probably more after that. Alright. Where am I going?Where am I going? Oh. Oh god. What are you trying to pawn off me now? I didn't buy an item. It was bad. I can't hold it now. I don't have time for you. You're a useful item for me. How? You're just looking at it. The temporary selection results will be announced tonight.別窓のブラウザを F5 連打するので忙しいの。早く結果を知って楽になりたくてたまらない気持ちだから。雷撃？ああ、小説の新人賞のことか。そんなの後回しでいいじゃん。早く知ろうが多少遅れようが結果は変わらないわけだし。商業作家として一日も早く認められたいというのが私の悲願でありアイデンティティなの。そういうわけだから私はこれで。彼女自身が言ったように間が悪かったかな。Oh boy. Now we are. Oh boy. So I guess I had to go on top of Logi Mountain to take down that boss, huh? Alright, we'll do that next time. Or at that time. So when we come back, we'll take on that boss on top of Logi Mountain, or wherever we're gonna go. And then, I guess we'll do more story. I see how this is gonna be. We gotta do quests to open up the next part of the story. I see how this is.
So, when we come back and fight a boss, we'll continue on. Sarah, I hope you enjoyed it, and I will see you then. Later.